よし、調子に乗って、もう一杯。ね。はい。ということで、ラフロイグでございます。これで全部かな？俺が今月買ったウイスキーね。全部で、5つかな？ボーモア、ラフロイグ、ワイルドターキー、8年。あと、シーバスリーガル。そして、山崎と、白州。この6種類ですね。うん。はい。ということで、最後に、このラフロイグで10年でございます。まあ、こちらもちなみにハーフボトルでございますね。ハーフボトルで2000円ぐらいです。同じぐらいですね。ボーモアと同じぐらいでした。ラフロイグとは、ゲール語で、広い湾の美しい、窪地の意味。強いスモーキーフレーバーのアイラモルトウイスキーで、辛口で滑らかな口当たりが特徴です。これもね、ボーモアと一緒で、あれですね。アイラモルトウイスキー、アイラ島のウイスキー。容量が 350ml、アルコール度数40度。でね、こちらがね、アイラ島のウイスキーでは一番飲みにくいとされるウイスキーでございます。癖が強いらしいですね。ものすごく。うん。ものすごく癖が強くて、あんま飲みにくいっていうウイスキーみたいです。が、これは、挑戦する。ね。それでは。そして安定のコルク栓。コルク栓ですね。なんでか、なんか高いんだとコルク栓が多いよな。乾杯。ああ、でも、うん。まあ、ちなみに俺、あれ、ね、セイロガン大好きな人間なんで、ね、セイロガン嫌いな人間はこれは、うん、向いてない。やっぱりボーモアもそうでしたけど、非常に香りが、セイロガン。ああ、甘い。ん？これ辛口？全然甘いぞ、これ。めっちゃ甘いんだけど。ん？甘いですね。で、ボーマヨか若干、セイロガンの味が強いかな。うん。で、割とスモーキーさんは若干あるかな。でも個人的に飲んだ感じとしては、ボーモアの方がなんか、いろいろこう、様々なこう、香りが、なんか、押し寄せてくる感じが好きだったんですけど、ラフロイグは全然なんか、もう、ね、甘い、セイロガン、のこの合体したのが、あとちょっと、スモーキーさみたいなのがちょっと合体したのがこう、ドカッとくる感じ。うん。うん。なんか甘いセイロガンをね、飲んでる感じ。甘いセイロガンを、砂糖とセイロガンを合体させて、混ぜて、
それをなんか飲んでる感じがしますね。とにかくセイロガンの香りがかなり強いのはまあわかるんだけど、いやー、俺はセイロガン、いやでもしょっぱくもないしな、ちょっとラフロイグでググってみましょうかね。ラフロイグ好きになるか嫌いになるかあのサントリーのねとこにねサイトに書いてあります。好きになるか嫌いになるか、一度で覚える強烈なピートの香り際立つアイラモルトの王者ラフロイグだって。いや俺はあんまりそこまで好きじゃない。うん。ですね。ラフロイグの楽しみ方、ハイボール。ハイボール。あ、書いてあるわ。シングルモルトをソーダで割るスタイルに違和感がある方もいらっしゃるかもしれません。しかしそんな方にこそぜひ、ラフロイグのハイボールを試してみてください。アイラの潮風をたっぷり含んだ爽快なピートの香りがさらに際立ち極上の美味しさです。だって。え？コーラ割りとかあるんだけど。ラフロイグをコーラで割るなんてとか本当に書いてあるんだけど。ラフロイグをコーラで割るなんてと驚かれる方も多いでしょう。この飲み方、現在ラフロイグのブランドアンバサダーとして世界中を飛び回ってるロバート・ヒックス氏おすすめの新しいラフロイグの楽しみ方。ラフロイグ1に対してコーラを3対4。え ?3 から4。ポイントはライムをキュッと絞り入れること。ぜひ一度お試しあれだって。もったいないこと、この上ないけど、まあ実際大して、俺自体あんま好きじゃないんで、まあ、まあ好きじゃないウイスキーは別に、ねえ、ハイボールだろうが、コーラ割りだろうが、別にいいんですけどね。うん。あ、意外ですね、コーラ割りとかね。ライムを絞るってことは。ねえ、なんかカクテルでそんなのありましたけどね。ラフロイグは10年と18年とあとなんかクォーターカスクってのがありますね。いや、俺これあんま好きじゃねえな。どうでもいいけど。しかも18年クソ高いんだが。希望商売価格1万2000円なんだけど。高っ。正直あんま好きじゃねえな、これな。好きじゃねえっつうか、この値段でこの味で、って感じ。なんか、結局、ウイスキー飲んでるっちよりは、さっき言ったように、砂糖、プラス、ね、なんだっけ。うん。あれ。ほら。あったじゃん。ね。あれを、出てこないんだけど。ね。それを飲んでる感じ。入れて。うん。セイロガン。いや、確かにセイロガン俺好きだけど、3000円出してセイロガン、ね、2000円か。2000円出してセイロガンを買うほど、ドマニアじゃないんで、少なくともウイスキーを飲みたいんですよ。これはちょっと、残念だけど、これは、俺の口に合わない。しょうがないですね。好きになるか嫌いになるかだから、もう、しょうがねえぞ。いや、ボーマー非常に美味しかったよ。うん。あれはなんか気品があるっていうより、しっかりとした、
味の流れみたいなのがあって、この味もするし、この味もするし、この味もするなって、こう、いろいろ楽しめたんですよね。うん。ですが、アメリカで禁酒法が施行された時代、ラフロイグ蒸留所は、この液体は酒ではなく薬の匂いだと主張して、合法的にウイスキーを販売した。もう酒ではない。これは薬だ、みたいな。なるほどね。うん。まあ、かなり、まあ、ほぼ間違いなくセイロガンの香りがするんで、これはセイロガン好きな人で、2000円払って、ハーフボトルで2000円。で、フルボトルで4000円払っても、ウイスキーはやっぱりセイロガンだっていう人以外はちょっとおすすめはしないですね。さすがに。うん、俺はどちらかというとボンモアの方が、どちらかどころかもう100倍ぐらいボンモアの方を進めますけど、さすがに、うん、さすがにボンモア一択でしょ。悪いけどちょっと期待したけど、期待した俺がブアカだったですよ。まああとロックでいろいろ飲んでみますけどね。まあとりあえず、こんなもんでしょ。まあ、これは二つ星だな。この値段でだぜ。フルボトル4000円でこれ買う価値はあるかちょっとないです。これ買うんだったら確実にボーマー買いますから。だって同じ価格帯だからね。値段としてね。うん。甘みが結構強いんだよ、これ。ボーマーよか強いですね。香りも強いです。はい、4452です。ご視聴ありがとうございました。